はい、今日は月曜日ですね。休み明け、ここは6号三郷線です。朝6時、もう八潮のね、料金所手前からもう渋滞してますね。で、まあいつものように平日はこのようにね、朝の時間帯はもう渋滞です。久しぶりですね、朝のこの混んでる時に走るのもね、久しぶりですけど、まあ今までね、これ常磐道をずっと来てここまで来たんですけど、まあまあとにかく朝はね、右へ左とね、本当にもう車線変更してね、縫って飛ばすアホンダラがいっぱいいますんでね、ちょっと気をつけてね、行きましょう。まあ、それでこれ八潮料金所手前なんですけど、これ左が流れますよね。左流れるのは、この右車線というのは一番右の ETC しかね、基本行きません。で、左が流れるっていうのは、まあ左はね、一旦料金所が左に広がって、レーンがね、何個かあるんで流れは良くなります。でもその先すぐね、この八潮パーキングっていうのが料金所の先に下に降りてあるんですけどね、そのパーキングからの合流があって、でその先に八潮南入り口の合流があってとね、合流でまあ面倒くさいし、手前から入る人もいるし、ね、非常に事故のリスクがね、上がりますので、まあ、この右側のんびりと行きます。まあ今まではね、左側行くタイプだったんですけど、もうね、なんかこの年になるとね、のんびり安全な方に行きますね。で、この左側ね、この朝の通勤時間帯っていうのは、まあいろんなことをやるわけですよ、皆さんね。少しでも先に進みたいから、まず最初にこの一番左のレーンに入ります。 ETC レーンにね。そしてパーキング、八潮パーキングの中をね、通り抜けてまた本線に戻ってくる車がいっぱいいます。さほど変わんないです、それやってもね。で、まあ下に降りていくと、まあ通路をね、結構なスピードで抜けていくんですけど、以前ね、もう何年か前に、やっぱりもうそういう人たちってせっかちだから、急ぐから、下降りていくとね、右カーブぐっとあるんですよ。右カーブが結構なカーブがあって、また上に上がってくるんですけど、そのカーブがね、もうやっぱりね、急いでるから早く上に上がってこないとね、ワープした意味がないっていうんで、すごい勢いで右にこう曲がったらね、2トン車 の住宅資材、材木積んでる、結構高く積んでる2トン車ユニックがいたんですけどね、ひっくり返ってましたね。どんだけ迷惑かけるんだっていう話だよね。ワープしてね、パーキングの中通行止めにしちゃってみたいなさ。この一番左の ETC と一般レーンのとこをすり抜けて、パーキングをね、パーキングのの中を抜けてその先から合流するっていうね、人が結構いますね。で、この今この ETC レーン2列になってるでしょ。で、これ左側にいる人って、まあ手前でね、流れてるから左側寄るんだけど、結局ここまで来たらね、合流になっちゃってね、この左側は流れません、基本的に。で、結果ね、最終的にはこの一番右が走りやすくなってくるんですよ。最終的にはね、合流がこの先ね、左側は続くんで、まあ、結果右側がいいです。でね、今こうやって ETC がね、できたから、こうやって今のところこれ2車線がね、伸びてる、流れが悪い状態なんですけど、ね、昔はね、 ETC ない時はね、ここ全てのレーンがね、びっちり詰まってて、もうしっちゃがめっちゃがになってましたよね。
だいぶこの渋滞の仕方が変わってきましたよね。 ETC がこの、レーンができてね、だいぶ変わってきました。でこれ左、一番左からね ETC 抜けた人たちがね、この下に降りていって、左側のね八潮パーキングの方に降りていって、また中を通ってね、この先から上がってくるんですよ。これね、これみんなあのパーキングに寄らずに、ただただこの先の合流に行きたいっていうだけでね、笑っちゃいますよね笑っちゃう、必死ですよ、必死。まあね、毎回ね、車乗ってる人は、この辺通ってる人は分かりますけど、まあ、首都高を使わない人とかさ、土日しかね、車乗らない人ってこういう状況分かんないと思うんですけど、まあ、こんな感じですよ。パーキングの中を通り抜けてきた車が ここの左から上がってくるんですよ。少しでも前に行こうっていうね、これ必死ですね、皆さんね。でも結果ね、結果このやっぱりね、八潮南までは結果この右の方が流れます、最終的にはね。まあ、左側はね、いろいろ合流したりさせたり割り込みさせたりね、そういうのがいるんだよね。こういうのもいるからね、ほら。ハザード出せば全てよしって感じですからね、朝はね。でこれまた先のね、八潮南の合流があるんですけど、まあ、そこまで、まあ、また少し左が流れてきます。でまた合流のところでね、また右が少し流れるようになるんですけど、まあでもそれでもね、やっぱ左にいる車が右に入ってきますんで、まあ、でもね、もういちいちその車線変更したって変わらないですから、ね、10分も20分も変わらないから、ね、ごちゃ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 してますけど、落ち着いてね、走ってほしいですよね。はい、じゃあ案の定ね、この湾岸線、今これ葛西ジャンクションね、で湾岸線合流するんですけど、6時35分頃だって、今6時50分なんですけど、東京港トンネルの中で事故だって、ね、こういうやっぱりね、事故とか故障車とかね、必ず起きるんですよ。だからね、まあ仕方ないですよね。この大型車、特大車はね、やっぱり割引を利かすわけですよ。で、湾岸線周りなんですね。都心環状を回らず、湾岸線を回ってくださいってことでね、こうやって湾岸線回るんですけど、やっぱりね、こうやってやるんですよね、本当に。だからね、余計に時間がかかってしまうというね。勝者もいますね。これも何もやってないでしょ。発煙筒もね、何もやってません。三角表示板もね、やってませんね。こういう人が本当に多いんですよね、無知な人がね。この危険度を、危ない、右側ってこうやって追突事故起きるんですよ、ね、見た今の、今の見通しだね、原因作ってるのは。まあ今日このね、東京港トンネルの事故も大体やってるの右側だから、右側が追突事故起こしてるからね、大体車間を詰めて飛ばす連中がやらかしてますからね。危なかったね、この2トン車さっきね、オカマ振り取ったね、本当危なかった。
右の乗用車ね、止まったよね。でこの後ろからまた来るハイエースもね、危なかったね。もう少しで追突だったね、これね。隣に乗ってる人たちもね、びっくりしたろうね。朝はだいたいこういってね、あの車間詰める車が多いんで危ないですね、右側。こう新木場とね、辰巳間もね、よくやってるんですよ、あの渋滞ブレーキ入るんでね、追突事故が多いです。ほら、大井までね、この赤い三角マークね、これこれから渋滞伸びます、伸びますよっていうマークなんですね。まあ、おそらく右でやってれば絞り込みまで多分右の方が流れると思うんですよね。真ん中が一番流れなくなっちゃうんだよね。そうするとね、で合流手前から左がガンガンバンバン流れる。まあ、こうやってね、あの事故をやるとこの朝のね、忙しい時間帯にどれだけの人にね、迷惑をかけるかというね、そういうことも考えてもらいたいですよね。まあ、事故をね、やりたくてやってるわけじゃないから仕方ないかもしれないですけど、でもね、事故の原因を作ってるのは自分でしょうからね。車間を詰めてね、飛ばしてる人たちがおそらくやってるんでしょうから、そういうこともね、考えてね、結果遅くなりますからね、その急いでる人たちがね、事故れば結果遅くなります。だからやっぱりね、もう安全運転でね、事故なく行くのが一番早いということだよね、結局はね。3キロ後、ここまで来たらね、まあ、どういう状況なのか見てみたいです。まあ、おそらく右側だと思いますよ、やってるのはね。右側の玉突きかね、あの単独の追突かどっちかでしょうね。まあ、東京港トンネルの中はね、車線変更禁止だから、まあ他の車線絡めたの事故っていうのはあんまないです。大体追突ですよね、追突。だからこの僕もね、今日ゆとり持って出てるんでね、まあ、焦らず走れますけど、やっぱりね、時間に追われてるとみんな焦りがね、出てきて、やっぱり運転もね、雑になったり、車間詰め気味で走ったりね、やっぱ飛ばすんですよ。でやっぱりね、ゆとり、時間にゆとりあると心に余裕があるからね、飛ばさずに行けるんですよね。だからやっぱり運送屋さんなんかのね、教育なんかもそうですけど、もう早めに時間をね、余裕を持って出るっていうこともね、学びますからね。まあこんなのは学ぶ前に分かってることなんですけど、ね、でね、この緊急車両の時はね、もっと動きながら避けないとね、動きながら、左の人ピタッと止まっちゃうけど、先頭がね、ピタッと止まっちゃうと後ろが身動き取れなくなっちゃうから、周りを見てね、スペース空けて、まあ、今レッカー来ましたね。あ、煙が出てますね、発煙筒が出てますね。トンネルってスピード落ちますんで、車間詰めてると危ないですよ、本当に。ちなみにこのトンネルの手前のね、この信号、専用の信号ね、これ右側赤なんで、案の定右側のね、追突事故でしょう。
単独か分かんないですけどね、まあ大体そんな感じ。いやー本当にね大変ですわこれ。大体職人さん多いですよね、事故るのね。はい、じゃあ30分ぐらいなのかな、ちょっと3、40分はまったと思います。基本トンネルの中ってスピード落ちるから、もう車間開けて入らないとダメですよね。で、朝の首都高速って大体見た感じハイエース多いですから、割合的にね、ハイエースの職人さん多いから気をつけた方がいいですよ本当に。ああいうバカがいるんですよ本当に。今ね、あの EK ワゴンね、 K、 まあ交差点の中で今僕が抜かれて、今ねこれ信号変わりそうだから、この手前からね路地入ってそこまで急ぐかっていうね、だこういう人多いんですよ本当に多い、ね、今ほら出てきたでしょ、そんで今右から EK ワゴン出てきたよね。バッ、この信号一つも待てないのかっていうね、頭悪いよな本当に。まあそのうち追いつくでしょうで、あとこの左のワゴン車見て、ね、俺の車がこう右にいるにもかかわらずね、タバコの吸い殻をポン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 やってさ、タバコの灰をね落として、で自分のね、あの都合悪い時はああいう高齢者マークをね使って、これもダメね、タバコの灰は捨てるし、おそらくねこういう人ってスーパーとかね、高速道路のパーキングとかそういうところではもうね、高齢者止めるところとかね、障害者が止めるスペースに止めるんですよね。だから本当にね、こういう人の迷惑をね考えずやる人とかね、なんか見ててね情けないですよね本当に。自分の車がね、そのタバコの灰とかね捨てたくないんだったらタバコ吸うんじゃねえって話ですよ。車降りてタバコ吸えよだったらね。右折の矢印がないから、今この左のダンプさんがね、あの前に詰めずに停止線の後ろで待っててくれましたね。ありがたいですね。よいしょ。この周りをねよく見えてますよね。あれ普通だったらね、前に詰めてきちゃうんですよ。で、まあ信号変われば、まあ、行くしかないんでしょうけど、まあ今のはね、もう明らかに信号無視っていうかね、もうあの信号が変わっちゃうので、手前で止まっててくれましたね。まああの停止線越えて交差点の中でね、まあの待ってれば。まあ、赤になっちゃったとしてもね、もう行くしかないんですけど、まあ、そこは信号無視にはならないんですけどね。
まあ、停止線を越える手前で赤になっちゃったらダメですけど、もう停止線を越えててね、黄色赤ってなった場合には問題はないです。ここね、ここ今右折が混んでるでしょ。で俺曲がるからあんまりね停止線を越えられちゃうと非常に困るんだよね。お、ハイエースの方がね気づいて止まってくれたよ、手前に。素晴らしいですね、ありがたい。歩行者見て来ないから曲がるぞ。よし、ありがとう。素晴らしいですね。停止線をね越えなければね、内輪差でね、内輪差があるんですけどギリギリかわせるんですよ。で今みたいなねハイエースの方も手前で止まっててくれたんで曲がれました。だからああいうところですよね、やっぱり周りを見えてる方っていうのはやっぱりああやってね、気づいてくれますよね。まあよくね交差点前の方ね、数台前を見てなくて、交差点の先がね止まってるのにね、全て交差点の中にね取り残されちゃう人とかよく見ますけどね。